う仕事はおしまいにしよう。今から私は国王ではなく、お前たちの父親だ。昔話をしようか。あれはまだ私が即位。今日はもう仕事はおしまいにしよう。今から私は国王ではなく、お前たちの父親だ。昔話をしようか。あれはまだ私が即…確かに私の友人にアダム・フォン・フックスさんという男性はいます。そのご家族かご親戚でしょうか。しかしそのラルフさんにお会いしたことはございません。確かに私の友人にアダム・フォン・フックスさんという男性はいます。そのご家族かご親戚でしょうか。しかしそのラルフさんにお会いしたことはございません。父上からも常に言われている。武術、学業以外一切必要なし。王室教師殿、これ以上くだらない授業を強いるなら。父上からも常に言われている。武術、学業以外一切必要なし。王室教師殿、これ以上くだらない授業を強いるなら。王子たちに友情を育ませて、同盟国として友好関係をより強固なものにできたというわけですね。これは立派な外交ですよ。王子たちに友情を育ませて、同盟国として友好関係をより強固なものにできたというわけですね。これは立派な外交ですよ。だってアデル、シャドウにひどいこと言っちゃったもん。もう遊ばないって。新しいお友達作るって。だってアデル、シャドウにひどいこと言っちゃったもん。もう遊ばないって。新しいお友達作るって。イヴァンは勉強も運動も何だってできるのに、父上はいつも、まだ足りない、もっと上を目指せって、イヴァンをちっとも認めようとしなくて。イヴァンは勉強も運動も、何だってできるのに、父上はいつも、まだ足りない、もっと上を目指せって、イヴァンをちっとも認めようとしなくて。